今回はですね、まずゴルフ初心者の方のためのこのグリップの握り方、そしてこの構えの作り方ですね、アドレスの作り方をご説明したいと思うんですが、まあ、もちろん初心者の方はもちろんなんですけれども、ゴルフをもう今実際ですね長年やられている方もこの見直していただいて、まあ、復習のつもりで見ていただけたらなと思います。でまずグリップなんですけれども、まずこのグリップを握るときに大切なのは、この握るこの手の握りの前にですね、この肘の向き、肩のラインというのが非常に重要になります。多くのゴルファーの方のですねグリップのミスというのは、グリップはこの左手が手前にあって右手がこう前にありますよね。なのでどうしても肩がこうやって見ていただくと分かるように左向きになってしまう、右肩が出てしまって左向きになってしまう方が多いです。そうするとこの肘の向きもこのように外向きになってしまって、肩が前に出ているのでこのような形ですね、構えもずれてしまうという方が多いですね。なので正しい構えを作る上でもこのグリップの握り方が非常に大切になります。でまず手順としては、この左手の親指をこのシャフトの真上ですね、このシャフトの真上の右側に持ってきます。でこの時の肘の向きも自分の方ですね、だいたい左の腰骨の方を向くようにします。で次に右手なんですが、右手はこのようにまずこの肘の向き、肩のラインが非常に重要になりますので、ここで肘を必ず手前に向けて肩が出ないようにですね、肩を右脇を締めて肩を中に持ってくることが大切になります。でここでこう握っていくんですが、ここで握ってこのグリップが、まあ、オーバーラッピング、インターロッキング、いろいろありますけれども、今回は左手の人差し指の上に小指を乗せるオーバーラッピンググリップで握っていって、両肘が内側に向いている、そしてこの右手でできるこの V 字がですね、だいたいこの肩と首の間ぐらいを指すぐらいな感じになっていれば OK なんですけれども、これぐらいな感じで構えられているかどうかですね、まずこのグリップを確認してみてください。で次回はですね、この構えの手順についてご説明します。